おはようございます。おはようございます。おはようございます。やってきましたこの日が。はいはい、ね、堀内くん、はい、ついに4時半起きで、はい、キャンプスタイル改めフィッシングスタイル、はい、まあ、僕らの本領発揮の、そうですね、一日が始まろうと、はい、今日はスペシャルガイドを雇ってますんで、もう多分つらしてくれること間違いなしやと思うんですけれども大丈夫ですか？大丈夫です。言いましたね。大丈夫です。なんでかっていうと、はい、普段からやっぱりよう魚釣ってはるこの店長いらっしゃるんで出た、また安心して横から見ね、また無茶ぶり出たよもうね、言うからねこの人、本当も朝からもうなんでなんすか。いやいや、もうで今日何の魚釣るんでしたっけ？今日はブラックバス。初めてですね、番組内では初めてだね。ね、初めてですよね。うん、普段僕が池原ダムでそういう釣りをやってて、まあ宇田くんの師匠さんと。で、まあ堀西くん自身はまともにするのは多分20年ぶりぐらい。まあね、ちっちゃくてもいいんで、ね、なんかね、魚の顔見て。出会えたら。まあすいません、またちょっとお付き合いください。どれですか？これ魚ですね。ちょっと分かりにくいですね。あー、水の底に行きました。まあ、ボトムにおらへんわけじゃないんで。つまらん絵ですよ。釣れたら絵になるんですよ。つまらん絵でおらすわけないじゃないですか、あの人が。何センチあります？47。楽しいのは楽しいですか？楽しいですよ。めちゃくちゃ楽しいですよ。めっちゃハモったっすよ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。あれ？お疲れ様でした。めっちゃ元気ないじゃないですか。そんなことないよ。そんなことないよ。気のせいです。いや、つらした。ああ、言うてましたもんね、つらすのが上手。さすが鮮度。でしょ、つるのは下手くそやけど、つらすのは上手。下手くそ。やりましたよ。やりました。おかげさまで。かなり久々の。そうやね、久々のバスやね。めちゃくちゃ久しぶり。ね、うん、よかった。よかった。いや、僕もよかった。連れてくれてよかった。おいしい。独特な、独特っすね、うん、いい塩梅の食感これ。なんか、うん、柔らかいんやけどコシがないとはまた違いますよね。そう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 、ふわっとしてる感じ。そう、うわ、うまいな、コメントうまいな。でもちもちしてるんですね、うん、そうっすよね。おいしい。モザマンガよりも苦味ある感じで、なんかその苦くて嫌っていうより、なんか大人の苦味みたいな、うん、美味しいです。食レポの仕事を取ろうとしてる。仕事に多分もうちょっとしかせないですか。あれ、テンポいいね。最高
最高や。堀西くん、残って、釣れたわ。